高津恵子は、日本の元女優。本名は、池田元子。1912年2月13日、大阪府大阪市西成区殿下茶屋に生まれる。1918年、一家とともに、東京府東京市本属緑町に移り、小学校へ通う傍ら下流流の舞踊を習う。ところが1921年、 大阪府大阪市南区高津七番町に移住する。芸名の高津慶子はこの町名、高津と父、慶一の喜びをとってつけたものである。1927年3月、大阪小畜学劇部へ入り、春の踊り等の舞台に出演した。1929年7月、帝国キネマに招かれて長瀬撮影所へ入社し、 松竹と連携して制作された鈴木重吉監督映画恋のジャズに牧秀勝の相手役で映画デビューを果たす。以後、鈴木監督作品を中心に多くの作品に出演するが、1927年に築地小劇場で山本康江が主演を務めた何が彼女をそうさせたかのヒロイン中村澄子役に抜擢され、 資本主義社会のからくりに翻弄されて苦難の道をたどり、姉妹には放火犯にまで転落する少女を鈴木監督の下で熱演。この作品が5週間続映となり、帝国キネマにとっては1924年の松本英一監督映画、カゴの鳥以来の大ヒットとなり、何が〇〇をそうさせたかという文句が全国に席見し、ベスト1で1位になるという付録までついた。 1931年9月、新興キネマに解消された後も引き続き在籍し、かつてのヒット作、何が彼女をそうさせたかの続編として、同じく、鈴木監督映画、何が彼女を殺したかに、再び、中村すみ子役に抜擢され、刑務所を出て、放浪生活を続けた後、ようやく就職した、機械工場で片腕を分断する事故に遭い、 鉄道侵入する少女を演じた。しかし、この作品は検閲で、従業員虐待に抗議したストライキ場面がカットされてしまったが、ベスト10で7位にランクインした。以後、新興キネマの代表的女優として、多数の作品に出演し、共演した俳優は無数にある。また、時代劇にも進出していたが、通俗映画に飽き足らず。 健康上の理由で1932年10月、専務である立花良介の遺留を振り切って退社した。新興記ネマ退社後、片岡千恵蔵プロダクションと契約。片岡千恵蔵の相手役として、同年の稲垣き監督映画、時代の教授等に出演。在籍期間はわずか1年であったが、知恵蔵主演作品を鮮やかに彩り、またトーキーにも出演した。 1935年5月、古巣の新興キネマと契約。同年7月には専属となり、多くの作品に出演。同年、現代劇部の東京移転に伴い大泉、撮影所に移籍する。ところが、新興キネマはメロドラマが中心で盆作が多く、多活の個性を発揮する作品は皆無に等しく、1938年1月公開の、 久松誠二監督映画、二人は、若い以降は、次第に、脇役に回るようになり、進行記念マ連携先のバンドをつまさぶろプロダクションの作品にも助演するが、バンドの相手役を務めたのが収穫といえば言えるに、過ぎなかった。1934年、多数の作品に共演した、河津聖サブローと結婚。その後、 河津を中心に1940年3月に、菅一郎、清水正夫、田中春夫、浅田健三高野由美、草島京子、田中筆子、映画監督の高木光一らに、高津も加わり、現代劇の革新を会社に要望したが受け入れられず、一斉に退社して第一教団を結成。南左官、映画と連携して、数本の作品に出演するが、 1941年12月、第一教団が、東方映画と契約するにつれて、高津は、東方の純選族となったが、戦争末期に、突然変わずと離婚した。戦後も1961年公開の原いさを、監督映画、太陽を射る者に助演しているが、あまり知られていない。以後の消息は不明である。没年不詳。ありがとうございます。